はい、火曜日21時になりました。ジャストタップアートという名のラジオ、株式会社村上製作所の提供でお送りしていきます。さて本日のゲストは、はい、2週連続、あ、そうだっけ、ラジオ出演、葵です。よろしくお願いします。2週連続はね、あんまなかったけども、まあ、今回はちょっとね、葵からいろんなね、こう要望をもらったので、はいはい、じゃあまあそれについてちょっといろいろね、話していこうかなと思って、はい、2週連続で来てもらいましたが、はい、まずはね、先日、どっちから行こうかな、新木場で行われたイルグラビティスペシャルライブ、イルグラビティ工業ではなくスペシャルライブっていうね名前で開催されたわけですが、まあ、言うてもこのイルグラビティのメンバーね、JTO でデビューした、ダンサーの皆さんプラスアルファ、ミスターマスクとケンスケが、ね、加わった、総勢 1,2,3,4,5,6 人というね、かっこいいユニットができてですね、誕生してすぐに、誕生して1ヶ月で主催のイベントをやりたいということで、まあでもね、いろんなね経験をしてこのプロレス界に入ってきた ARA 赤間広井島美香のね、プロダンサーたちがね仕掛けるということなんでね、これはね、なんか面白いことできそうだなってね、すごい直感があったんですね、これね。いろんなエンターテインメントの世界でね、活躍してきた、4人が集って、新しい世界を作りたいということなんでね、ほぼ彼らに投げっぱなしでね、任せてみました。まあ、プロレス自体は3試合だったんですけども、まあ、試合前に、まあ、歌あり、ダンスありで、なんだダンスバトルっていうのあれ、はい、ダンスで戦うダンスバトルっていうのがあってですね、これがねちょっとね想像以上にね面白かったかもしれないかな。でなんとね、そのダンスバトルに出たのが、まあ、ここに写真出てる ARA とミカとどっちだっけ、赤間で、はい、もう一人誰か女子が欲しいってことでね、誰かいねえのかってなって登場したのがまさかのこの葵でした、はい、このねプロダンサーに混じってね、葵がどうなるのかと思いきやね、そつなくこなしてですねARA と葵が組んだんだっけ、そうです、 ARA と AOI が組んで、なんとこのダンスバトルで、ね、勝利してしまったと、なんかすごい不思議な空間でしたがね、なかなかこうね斬新で、面白いものが見れたなと、そんな感じで前半は、歌ったり踊ったりダンスバトルあったりでね、あっという間に過ぎてしまって、後半戦がねプロレスのコーナーじゃねえ、プロレス編で始まったわけですが、カードいってみましょうか。じゃあ3試合あったんですけど、まずこのね広井島対十文字明、これ広井島がね、十文字明を対戦したいっていうね熱望して組まれたんですが、まあなかなかいい展開いい攻防してる中で、実はこの大会の戦前から謎の予告、いわゆるブラック軍 JTO 旗揚げ当時にねちょいちょい神出鬼没で現れていたブラック軍からの予告がねメッセージが流れていて、要はぶち殺してやると、まあ、なぜかというとこのね広井島もそうだし ARA もみんなもともとこのブラック軍のブラックチャンをあるいはブラックイーグルなのかなのマスクをかぶってこの JTO に潜入したと、プロレスラーなるきっかけのとして黒いマスクをかぶってね潜入してきたわけですね。それをきっかけに JTO 入って今こう華々しくやってるのが許せなかったのか、ひがみなのかジェラシーなのか分かりませんが、そのブラック軍から、そんなメッセージが届いて、まあもしかしたらこの大会を盛り上げるためのにぎやかし、あるいはもしかしたら広井島なんかねすごいプロの演出家なんで自作自演で盛り上げようとしてくれてるのかなとか思ったわけですよ。ところがどっこいね本当にやってまいりました、黒の司令塔ブラックプレイメーカー BPM がですね久々に登場してですね試合をぶち壊しまくって、確か4人か5人いたんですよね、ブラック軍が。だからブラックプレイメーカーブラックチャンゴとブラックイーグルとブラックザドラゴンかな、多分ね正確にちゃんとね確認できなかったんですけど、で乱入してぶち壊した挙句延長戦みたいな感じで強引にね、タッグマッチが行われて、もう4人5人がかりでボコボコさせてたんですけども、
さすが広い島、このね自分のね初の主催興行ね邪魔されてたまるかという感じで、十文字明のアシストを受けて見事、ブラック軍を撃退することに成功しましたと。まあ本当ね、分かりやすいねこれね、全体役のヒーローショー的なプロレスがね、いきなり第一試合から、行われてですね。ただ気になるのは、帰り際にですね、そのブラックプレイメーカー BPM が捨て台詞で、これじゃ終わりじゃねえぞ、次覚えてろよって、こう次をね、続くをね、なんかこう残して帰っていったわけで、どうなることやら、続きが本当にあるのかどうか、あったらあったでね、またこのねグライルグラビティスペシャルライブでねやっても面白いかもしれないと思いますがね。はい、続いてこちら、ドン。はい、きらびやかなガールズ7人にミカが加わった8人タッグ。これはなんかすごかったね、賑やかだったね、はい、ほんとね、はい、なんかミカが入るだけですごい新鮮斬新に見えて、ダンスバトルに続いてね、葵はミカと対戦、当然ねプロレスでも初対戦だったわけで、はい、これはミカと絡んでみて率直な感想はどう？そうですね、なんかでもあんまり自分がこうなんかすごい長い時間こうやり合ってたみたいな感じは確かなかったんですけど、あ、そうか、はい、でもなんか出してた技数こそそんなになかったんですけど、うん、やっぱあれだけ踊れてね、うん、くるくる回ったりするじゃないですか、うん、やっぱあの身体能力というか、うん、やっぱすごい活かしてるなプロレスにっていうのはありましたね、まあ、そうね、うん、でもやっぱりまだまだキャリアもいろいろあって、うん、今はもう自分はプロレスを本業にしてますから、うん、やっぱり負けられないなっていう意地で、まあ、はい、戦いました。まあね、ミカはねプロダンサーであってプロレス専業ではないわけで、まあたまにね最近ね練習には来てくれてるんですが、やっぱねその専業レスラーとしては負けられない意地はあったわけで、ただやっぱ運動神経はズバ抜けてたね、はい、本当なんかアクロバティックな動きで、まあガールズにないものをね、はい、持ち合わせてるんで、まあ今後ねどうこの中に絡んでくるか分かりませんがね、まあもうそれぞれとねシングルマッチやってもね面白いかなと思うし、うん、なんか本人次第ですが本格的にねこのガールズの戦いに輪に入ってきてくれたらなと思いつつ、やっぱねこれ8人タッグマッチのね難しさがねすごい見てて感じられたけども、これはこれでなかなかねタッグマッチやるは6人タッグマッチはね頻繁に行われるかもしれないけど、8人ってなかなかね組まれることないんで、これは非常にいい経験したんじゃないかなと。非常にね立ち位置が難しい試合で、でこれだけ人数いるとなかなか決まんないんだよな、はい、誰かしらが邪魔に入ってくるから、はい、もう全てをね押さえつけた上で制さなきゃいけないわけで、その中でやっぱりね最後決めたのが稲葉友香ってのがね、うん、なんかだろうな、俺はちょっとね悔しかったね、友香、うん、かってこの中で例えばね、はい、密かかあずさが誰かを押さえたりしたら、はい、うわーってね俺は大拍手したと思う、多分確かに、うん、そういうなんかね新しい景色が見れるかなと思ったけど、まあやっぱ友香なのかってね、うん、で友香があずさじゃねえや、密かを抑えたわけですが、はい、ただ密かのね最後の粘りもすごかったね、あの子はやっぱねなんか持ってるね、密かは持ってます、いろいろ道場で教えてるけども、教えたことないものが次々出てくる、どこであれを見つけてくるのか、それか一回何か映像を見ただけで頭にもうインプットされて体が勝手に動いちゃうのかもしれないし、天才ですね、うん、本当ね、あいつは自分で気づいてないけども何か何か違うんだよな、うん、そういうものを持ってるんで、でひそかはもうリーグ戦がまだ残ってんのか、あれ友香とやってないんだっけ、やったっけ、知らねえか、ちょっと覚えて、次多分友香とやるんだよね、ここでもしヒソがね友香を食うことがあればすごいことになるなと。ただそれができる子なんですね、ヒソかって。実はなんかとんでもないものを秘めてるんで、そのうちなんかとんでもないことこそやらかしそうで、はい、うん、でも本人はその自覚が全くない、僕なんてそんなのできません、はい、もう僕帰るってすぐ口癖が僕帰るってね、本当に帰っちゃうような子なんでね、ただね秘めたるものは本当すごいものがあるんで、まあこの試合ではね残念ながらね
敗れてしまいましたが、ただまあ最後あれよね、友陰りだよね、はい、なかなかね、あのデビューしてすぐの人間にね蹴りを出さなかった稲葉友果がね、殿下の宝刀を抜いたということはね、密かの成長をね、認めた部分もあるんじゃないかなと思いますんでね、まあとにかくね、いろんな攻防があちこちで見られたんでね、また組み合わせを変えてね 見れたらこれはこれで面白いんじゃないかなと思います。はい、続いてポン、はい、メインイベント ARA ミスターマスク対赤間 AKM 直屋健介、まあ通常のパートナーを入れ替えた形ですけど、まあでただね、もう今イレグラビティとしての仲間なので、イレグラビティ対決で行えたわけですが、まあ赤間 AKM のね運動神経の良さはねもう分かりきってることですが、やっぱこのねイレグラビティに行ったことで健介がねだいぶ覚醒したなと、もう小ずるいせこい悪いことしかしてなかった人間がね、いろんなこう引き出しを開けて、技で勝負するようになって、それにねミスターマスクもねうまく同調して、でなぜかこの試合私レフリーをねやってほしいとARA からお願いされてですね、なんかARAのお願いをねできるだけ聞いてあげたいなと、まあなぜかというと、まあこの年になって、この年さんまだね30代ですけど、出会ってプロレスやりたいと、で小学校の時からプロレスはなのは夢でしたと、いうのを聞いてですね、もうすでにプロレス以外のことでね、いろいろ成功してるにもかかわらずプロレス界に飛び込んできて、なおプロレスでなおこう成功しようとしている部分にね、ちょっとできる限りなんか協力したいなという部分があったので、レフリーをやったんですけど、まあ本当レフリーって難しいなと思ったんですけども、なんだろう、ミスターマスクはミスターマスクのままで、なんだろう、イルグラビティになっても反則をするんですね。健介と違って心を入れ替えることなく反則をするんですけど、その反則を取り締まれなかったレフリーとしてね、そのやっぱレスラーとしてのずるさうまさはすごいあるなというのを感じたんですけど、まあ、結果的にね、ARA が健介を抑えて勝利して、デビューからもう11連勝って言ってたかな、すげえ、1回も負けてないってことで、で、勝って、もうこの11連勝の勢いで言わせてもらいますと、レフェリーの私に次はタカさんシングルマッチお願いしますってね、後楽園でお願いしますって言われたんですけども、まあ後楽園はね申し訳ないんですけどね、私一応今やってるリーグ戦の決勝戦に上がるつもりでいるんで、まだ諦めてないのでね、そこではできないと思いますが、まあただねシングルマッチをやりたいって気持ちは伝わったんで、いつかどっかいい舞台があればやりたいなと、ただねリング上で言った通り ARA の連勝記録がそこで止まることになるんじゃないかなと思います。まあいずれにしろこのね、イルグラビティ結成1ヶ月で、いきなり新競馬でスペシャルライブを行ったわけですが、まあ結果的にはね大成功だったんじゃないでしょうかね。来てくれたお客様もね満足して帰ってくれたみたいですし、まあ通常の JTO にはない部分のねいろんなスポーツエンターテインメントの部分がたくさん見れたので、またねなんかいい機会を見せてやりたいなと思っております。続いてですね、JTO アリーナでね、8月は2大会、J1 リーグ、ガールズリーグが行われたんですけども、その辺もちょっと振り返っていこうかなと思いますが、出てきますか？いつやったっけ？ 8 月の、あ、出た出た、19と26にやったのね。はい、19日に出た、やったカードとか出てきますかね？はい、ちょっとお待ちを。はい、あ、出た。あ、これも振り返ったか。まあでもささっと、8月19日ね、メインイベントで行われた竹倉龍也対宮城正義。まあね、マサは負けましたけど、まあ頑張ったんじゃないでしょうかね。はい。ささっと振り返りますね。はい。次、ポン。はい、ファイヤー和美対夕張健太。これね、今までだったらファイヤーだったんだろうけど、なんとね、夕張健太がファイヤーに初勝利しました。まあ、妙に入ってですね、だいぶ、変わったなという感じで、まあ、ファイヤーね何度も言ってますが肩を負傷中なんでね、みんなそれ知ってるんでね、容赦なく肩攻めてくるわけですよ。ただね怪我してしまったのはしょうがないので残りね、戦い抜いてほしいなと思います。次、はい、高見城くん、開幕戦の綾部蓮に続いてイーグルマスクにも負けました。2連敗スタート。もうどうなんだろうな、優勝の面ないって言ったら終わりだから
きっとまだね、あのチャンスあると思ってます。次、さあ山形対 AY、はい、これね後楽園をやってすぐだったから相当やりづらかったと思うんだよね、はい、JTO ルールで勝ったその後の通常ルール、あれこれ先週聞いたっけ、聞いてないっけ、これは振り返ってないっけ、自分は喋ってないかもしれないです。あ、じゃあ改めてね、その JTO ルールで勝った後の通常ルールでの山田優で、まあ結果的に負けてしまったわけでね、はい、なんかその JTO ルールと通常ルールでやってみてその感じたものとか、はい、はい、そうですね、まずまあルール関係なしにまず優さん対戦相手山形優さんに対して思ったのは、まあ、自分が前回初めて一勝させていただいたんですけど、うん、やっぱ優さんって1回勝ったからもう2回も3回もボンボン勝てますよって相手じゃないっていうのはもう試合前からもう重々分かっていったんですけど、やっぱりあの優さんの必殺技 LA あるじゃないですか、JTO ルールの時はカウンターで食らってしまったんですけど、うんうん、カウンターだったからこそあの何ですか、万全の 100% の状態の LA じゃなかったというか、うん、だからこそなんかなんとか自分も動けた部分があったんですけど、あとはもうフォールがないからな JTO だからな、はい、うん、なんですけどもう今回はもうリーグ戦がっちりと決まったわけだな、はい、もうがっちりもう素早くフォール乗られてしまって、うん、やっぱでもユウさんってなんか何度経験対戦させていただいても、うん、体格でも隣でもやっぱ何かしらやっぱ戦うたびに一個、うん、絶対自分にとって勉強できる何かを持ち帰らせてくれるなっていう選手なんで、あの今後もぜひこの今また負けてしまったんですけど、また次の一勝を優さんから取れるようにまたどこかでやりたいなと思います、ね、まあ本当ね、あのいろんなね女子の選手がね JTO のリング上がってきましたけど、ね、ずっとね、初参戦から出続けているのが山形優でね、もうほぼ全選手と対戦したわけですが、まあ、あの絶対得るものしかない選手なんでね、今後も、ガールズの良き壁になってくれたらなと思っております。次、終わりか、終わり順、あ、まだあった、あ、あ、これね、はい、スミカ対リズム、これはスミカが勝ったのかな、はい、あのリズムがね開幕戦でまさかの稲葉友香を撃破っていうことでね、これ台風の目来たかっていうね、思ったんですが、その勢いで一気に行くかと思いきやね、スミカがそうはさせまいとね、見事ストップしてですね、今だからスミカが2勝でトップに立ってんのかな、まあ、ガールズリーグは4人しかいないからもう2勝したら結構ね見えてくる、で2敗したらもうちょっと厳しいのかなっていう状況なわけですが、はい、819はこれまでです。ここじゃあ8月26、はい、出てきますかね、はい、綾部連対ファイヤー勝美、もうね肩をボコボコ狙われてですね、で綾部連と対戦、これはもうね綾部連だろうと思ってたらやっぱねプロレスで何起こるか分かんないですね。ファイヤーが何だろう、見たことない丸め込みなのかな、もうこの2メーターの綾部連をねコンパクトにまとめてですね、その名もファイヤーブリッジってあのフィニッシュ名書いてたんですけど、まあなんか足をね交差させたのかな、させてのブリッジして抑え込むっていうね、まあ多分オリジナルなのかもしれませんが、ファイヤーブリッジなる技で綾部連をうまく丸め込んで、まだほぼほぼ連が攻めてたんでね、連にとっては悔しい一敗になったんじゃないでしょうか、まあ、ファイヤーもまだまだね諦めてないということで、はい、次ボン、はい、やっと勝てました、はい、まあ、これはもうね2敗してるんで後ないし3連敗さすができないなということで、まあこの夕張ゲンタ勢いに乗ってるんで、その勢いを逆に殺してやろう、プラスこういうでかいやつはもうあのスタミナ奪われるとね動きがとことん悪くなるんで、最初からもうねスリーパー地獄でね追い込んでいって、それがうまくヒットして、ただ最後ねあの粘りに粘られたんでね、私の秘技ヘビーキラー2号で丸め込んで、やっぱね知らない技を出すしかない、出さざるを得ない状況までね追い込まれてるわけなんでね、みんなの成長はすごい感じましたが、やっと私一勝できました、はい。続いてドン、どっちだ、はい、10文字明らかにミスターマスク、
まあちょっと異色の対決でしたけれども、ミスターマスクのねあらゆる手に翻弄されながらもやっぱね最後は十文字明が最近ね得意として膝文字を、通常膝文字からの低空膝文字2連発で、撃破しました。次ありましたっけ、まあ、ポン、はい、あこれはね、伊吹と宮入正義は、ね、同期でデビュー戦以来のシングルマッチということでね、伊吹がなんかちょっと差を出しちゃった感じはしましたが、マサがね本当ギリギリまで追い込んでこれどっちになるか分かんないなってところやっぱね、伊吹の意地が爆発し、必殺のなんつうんだっけあれ走ってバーンって蹴るやつ知らねえか、あ、とんでもないです。ね伊吹のすごい蹴りがあるんですよ。なみんなねオリジナルの技の名前つけるけどね覚えきれないんだよな。まあいずれにしろ伊吹が勝ちました。これで全部でしたっけ？いや。ああそうだ、ね。はい。そうこの日唯一のねこう一点、ガールズの試合がありましたが、葵は開幕戦でミサに敗れ、はい、2戦目で山形に敗れ、はい、2敗してるので、はい、これがラストなわけだよね。はい。これもしかしたらねこの負け負けできてもしかしてこのあずさにも行かれんじゃないのかなと思いきやなんとかやっぱ先輩の意地見せたねここはね、はい、いやでもねあずさはこれ初戦だよね。そうです。まだ1戦目だから、はい、もうあずさはもう何が何でも取るような勢いで来てたけども、はい、まあ、最後は AOI だっけ、はい、AOI が目に決まってただ、AOI の入り方もねなんか今まで見たことないような入り方をしてたわけで、はい、まあ多分あれはやっぱりもうね読まれてる部分もあるだろうから、はい、とっさに出たのか考えてたのか分かりませんがね新しい入り方からの AOI あれはねあずさでも切り返せないなという感じで、じゃああずさとは初シングルじゃねえかガールズでなんかやってたのあずひそうの時に1回だけやったんですけど、うん、でも2回目なんですけど、うん、まずでも試合を終えて真っ先に思った感想は、うん、あの頃に比べてあずさが格段に進化しているなっていうのが思ったことで、うん、まあ、今回は自分がもう先輩の意地だし、うん、このリーグ戦全敗では終われないっていう意地もあったんで、うん、なんとか勝ちましたけど、うん、もうあずさはでも、まあ、姉越え姉越えって本人も歌ってますけど、うん、本当に、まあ、近いうちかは分からないですけど、うん、もう自分のことも稲葉友香のことももう超える存在になる、もうなんかその兆しが見えたなって思いました。まあ、若いからな、はい、いや可能性が友香と葵も若え若え思ってたけどそれをさらに上回る若さだからな、はい、15歳ですよ皆さん最年少もうね恐ろしい5年やっても20歳だもんな、はい、恐るべきね新人類が出てきてですね、ただまあその葵のなんだあれはくるっとやってくるっとやってギューボーンみたいな、はい、全然わかんないと思うけどあのね葵もね確実に進化してるなっていうのをね感じさせて、まあ、あの同じ必殺技でも入り方を変えるだけで、ね、あんな変わるんだなっていうのがね、見れたので、どんどんみんな進化してるんでね、この、J1 リーグ並びに、ガールズリーグどっちもね、残りだいぶ少なくなってまいりましたが分からなくなってきましたが、多分葵はもう1勝2敗なんだよね。はい、2点しか取ってない。2点で同じブロックにあと誰いんだ。あとは山形さんとスミカさん、あ、スミカさんじゃない、ミサ、はい、ミサさんです。ミサが2勝してんのかな、だまだか、1勝か、だかまだね、あ、出たまだ1回、あ、そうか、1戦しかしてないから、はい、だから、でもこれ分かんなくない、もしミサがあずさに負けて山形に負けたら2点で終わるし、はい、でもしたら逆に山形さんとかがプラス2点になるんで、あ、そっか、1勝だけで終わるって人はいないのか、はい、で分からんよ、どっかが引き分けたりする可能性もある、あ、なるほど、はい、だから分からないのよこういうのって最後まで、はい、うん、だから1勝しかしてなくても0点じゃない限り可能性はあるわけだよ、はい、うん、まあだからこの9月3日9月10日10月8日に残されたね、リーグ戦次第でどうなるか分かりませんのでねこれね、はい、特にこの千葉 9.3 と 9.10 千葉はね20人しか入れませんのでお客さん今のところ2大会ともね20人前になっておりますので、あとねまだ5、6席残ってるんでねお早めにどうぞ、はい、
ということで、2大会振り返ってまいりましたが、で、まあ、次なる戦いは、今言いましたけど、その9月の、千葉 JTO アリーナ千葉本店大会ですが、カードいきますか、さらっと。はい、じゃあ9月3日の方からポン、はい、十文字ジャケット、いぶき初シングルかな、これ、うん、まあどうだろうな、これはね、うん、一応どっちもまだ無敗なのかな、ね、わかんねえな、これわかんないから、これ青いに予想してもらおう。あらわかんなくない、これ自分十文字はそれこそ同期なんで、うん、あの、まあ、今まで一緒に、まあ、別の試合ですけど試合やってきて、うん、まあ、技はちょくちょく見る機会があったんですけど、うん、いぶきがあんまり試合を見たことがなくて、なんかすっごいおしゃれな入場のポーズするなっていう、あんまイメージが一番大きいんですけど、デスペっぽいよね、あのロープ登って、うん、なんかこんなちょっとおしゃれだなと思って見てるんですけど、いや、もうどうですか、でも最近の十文字明すごい、なんだろう、めちゃめちゃノリに乗ってるというか、なんか強さがメキメキとこう際立ってきてるというか、なんかね、多分ね、ちょいちょい外出たりして、ね、自信ついたような気がするんだよな、はい、なんか十文字明って入場の時の自分は雰囲気からなんか強えなっていうのを感じるんですよ。ああ、そう、なんですかね、やっぱ堂々としてるというか、キモさってるじゃないですか、まあ、なんで十文字は多分、まあ、後輩っていうのもあって、まあ、不動の強さを見せつけるとは思うんですけど、やっぱでもここは、まあ、いぶきも同期に勝利したということで、あの意地を見せて奮闘してほしいなと思います。で、どっち勝つと思う？どっち、まあ、勝敗予想。俺これね、ちょっとわからない、なんか15分時間になりそうな気がする。あ、うん、お互い決めきれず終わっちゃうような。十文字はバッチバチ打撃ですもんね、うん、で、いぶきはなんか丸め込みとかもあるんですよね。何でもできるよ、はい、最近知らないまで使うから。すげえ、すごいセンスはいいんだよ。どっちなんでしょう。じゃあ可能性、今後の可能性もっていうのも含めてまだ未知数なんで、いぶきになんかそれこそもうその知らないなんて使うんですか、すげえ初めて知ったんですけど、もうそういうのも出して先輩十文字明を沈めてくれたらかっこいいなと思います。なるほどね、はい、はい、じゃあ続いてドン、ゲンタとイーグル、これも難しいな。でもゲンタのことだから、もう勢いよく力任せにボッコンボコンやったところ、イーグルにくるっと丸め込んで負けるんじゃないでしょうか。続いてポン、これはね、あのミスターマスがどんな手を使ってでもね、多分ドカーンってくるだろうな。まあなんだろう、隙がないし穴もないし丸め込みも通じないし、うん、まあこの竹倉里を止めるとしたら、まあ、いぶきもやられて、マサもやられて、まあ多分ミスターマスコもダメなんじゃないかなと思うんで、もう十文字明かなと私は思います。続いてボン、来た、ここはね密かに期待したい、本当に、どんどん丸め込んで、ともか、すぐイライラする人間なんで、イライラしてきてウキーってなってるところでね、くるっと丸め込んで、まさかの大金星をあげてほしいなと、そういう波乱が欲しいなって。でもそれができる子なんでね、密かは。はい、あとありますか。続いてないなった。ああ、これは斬新だね、シングルマッチ。これでね、ここもだから、あずさが山形をね、やっちまったりしたら、すごく面白いなと思うんですけどね。うん、ただまあ、そういうのにはね、はまらない山形なんでね、やっぱキャリア20年超えてるのでね。まあ、でもいずれにしろあずさにとってはね、いい経験になるんじゃないでしょうか。以上ですかね。はい。じゃあ、9月10日。ドン、ポン、はい、続いてね、9月10日、うわ、これはもう難しいな、いぶき対ミスターマスターの予想はね、難しいからね、予想やめますね、はい、面白い試合になると思います。はい、続いてバン、短いね、あれ9月10日、これやったな、これはね、多分ね、
こちらのミスで、はい、被ってます。これはもうすでに終わった戦いなんで、はい、次。ポン。おう。どうだろうな。まあ、あずさにとってはね、ちょっとやりにくい相手だと思うんだよね、こういうタイプは。だからね、なんとか、どうだろう。とにかくあずさには、ね、一勝してほしい。ね。まだ、勝ててないのでね。先輩には、密かには勝ったのか、密かに勝ったんだけど、ね、はい、先輩には誰も勝ってないからね、この辺でね、このイノシシを捕獲してほしいなと思います。はい、次、ポン。ポン、あ、これは何だろうな、分からんね。まあでも俺、トモカをもし丸め込んでたら、その勢いで密かがリズムを丸め込んだら、これ、密か決勝行くんじゃね？行きますね。うん。ありますね、全然可能性が。いや、ね、通常ルールだからね、はい、丸め込みがあるから、ね、一番得意ですからね。そう、ずるさとそういうテクニックはね、実はひそかすごい持ち合わせてるんで、はい、個人的にこのひそかの友果戦とリズム戦をね、期待大です。はい、続いて終わり。はい、以上がね、9月のね、2大会 JT オリーナ千葉本店で行われる、公式戦の模様ですが、プラスアルファのね、アルファのカードが、決まったりなんかしたんで、まずですね、9月3日かな、9月3日に一つリーグ戦以外のカードがね、出てまいりました。出てきましたかね。ある。はい、こちらじゃあ行きますか。トン、あー違った、これはね、まあや9.3 の千葉、JT アリーナ千葉本店出てくるかな。いっぱいありますからね。そう、いっぱいあったね。 JT オリーナ千葉本店、頑張れ誰かわからない。じゃあね、口頭で先言いますんで、それを見つけてください。ですね、ツイッター上でやたらとやり合ってて、もう、うん、じゃあいいや、こいつは鉄熱いうちに打てでやっちまえってことで、宮入正義対啓太。ああ、おお。あれない。あれ、これ送ってなかったのか。あれ送ったつもりだな。実はですね、ずっとこの2人がなんかツイッター上でやり合ってるんで、もうだったらやればいいじゃんってことで、まあ、ケータは言うてもまだね、J2 ランキングにも入ってなくて、で宮入雅也氏は J2 の2位だったのかな、ランキングに入っていて、まあそんだけ言い合ってんならやってしまえということでね、組んだのですが、あれ送ってる、送ってる、送ってますよ、頑張れ。ね、今日ね送った2枚目のやつですね、2枚目の写真。あ、9月10日だこれ、ごめんなさい、9月10日だった。9月10日宮入正義対啓太。はい、ドン。はい、こちら、はい、J1 リーグ戦の最中ですが、 J2 ランキングマッチは突如勃発、ランキング J2 ランキング2位の宮入正義にランク外啓太、ランキングマッチ初参戦ということでね、これはね、もうすごいずーっと言い合ってたんで、まあこれはじゃあ、まあJ1 リーグ中だけどやっちまえということでね、急遽決定いたしました。まあ一応ね、年齢はねかなり離れてはおりますが、キャリアではマサノがね上なので、先輩の意地を見せるのか、それとやっぱ武闘集団の意地を見せるのかね、ちょっと激しい戦いになるんじゃないかなと思います。じゃあせっかくさっきに出たんで、9月、全日本プロレスの話題いきますか。飛びますけど、まず9月2日の方出ますかね。はい、ポン。はい、全日本プロレスの 9.2 軽井沢大会で JTO 提供試合女子プロタッグマッチがね組まれました。これはねちょっとね、昔全日本プロレスに出てた身としては、まあ全日本プロレスに女子プロレスラーが上がるってことがまずねありえなかったんですね。あの当時、まあ、北斗晶さんがちょいちょい、佐々木健介さんのマネージャーみたいな感じで出てきて、まあ、その流れでね、喧嘩して、私はなぜか対戦しましたけれども、まあ、女子プロレスラーが上がるってこと自体がねほぼありえない時代だったわけですね。まあ、時代が変わったといえばそれまでですが、まあでもね、これは JTO にとっては大チャンスで、稲葉友香、稲葉朝、稲葉姉妹と青井ひそか、俺はもうね、自信持って提供できるカードなので、
このね普段と違う舞台でもしっかりとこの JTO の良さをアピールできる4人だと思ってますんで、すごい試合を、すごい試合というかいつも通りやれば、はい、おのずと輝くんじゃないかなと、はい、軽井沢の皆さんを、そして全日本プロレスのお客さんをね、うん、びっくりさせてきてもらえたらなと思います、はい、でこれはなんとね、葵だけ2連戦、はい、次の日もございます、はい、9.3 こちらバンガラッと変わって、はい、ザ女子プロレス、はい、誰だこの外国人は、ミリー・マッケンジー、デナクロス知ってる？ミリー・マッケンジーさんって、うん、ベルト持ってるんでしたっけ？チャンピオンなの？じゃなかったでしたっけ？ちょっとねその辺は俺ね分からないんだけど、まあこのでもね橋本ギュン千尋、彼女はね鈴木みのる氏が、いやあいつは強えよっていうね、すごいらしいね、またレスリングのね、はい、本当にねオリンピック行ったら金メダル級のね選手らしいので、もうそれを相手にするで、パートナーがまあねおなじみ宮城美智子、改め美智子、はい、レナクロスは俺分からないな、分からないけど、あと岡ゆりか、はい、俺友香となんかベルト争ってたよね仙台ガールズで、はい、まあでも明らかにこの中で異物の AOI が加わってどんな試合するのか、はい、これ全く予想つかない、自分も全然分かんないです。ただこれ確か 9.3 新潟青森長岡は、はい、青森長岡いつもね全日本プレスとかは半分ぐらいで使ってたんだけど、はい、全面仕様のはずなんだよ、ね、いやビッグマッチなわけよこれ、はい、新日本がニュージャパンカップの優勝戦とかに使う舞台だから、はい、それなりの舞台だから、まあこの中に入ってね何かを残せれば、もしこのギュンをね決めるようなことがあればすごいよ、おいおい、まあ、間違ってもオブライトだけは食らわないしだから脳みそ飛び過ぎそうだから、はい、いやもう男子の俺でさえ戦いたくない相手ですね、この橋本千尋とでっかい優さんは、うん、っていう選手と相方戦ってきます、はい、はい、新潟の皆さんぜひ、はい、まあこんな感じで、葵だけ全日本プレス2連戦が決まっておりますよね、はい、だからあれか、9月1日から怒涛の3連戦になるわけね、怒涛です、すごいな、はい、じゃあせっかくねその話になったんで、9月1日のねガールズスペシャルの、まあ散々ね先週も行ってまいりましたが、パパッと駆け足でいきますね、こちらカードポーン、はい、クイーン戦、でっかいユウさんに柳川澄香が挑む。まあねさっきも言いましたけども、でっかいユウさんはね男の俺でも戦いたくないなと、さっきの橋本ギュン千尋選手もそうだけども、ちょっとね戦いたくない、本当に嫌だ、勝てる気しないもんね男の俺でも、だからスミカ頑張れ次、はい、稲葉友香対矢野沙織、稲葉友香自身がね振り返っておりましたが、ツイッターの方にね数年前に対戦した、シングルのね模様が YouTube に載ってる動画ねアップされておりましたが、あの時もねすごいいい試合したんですね、うん、いい試合したけども残念ながらねデビュー数ヶ月の稲葉友香はね一歩及ばずだったわけですが、あれからねもう3年ぐらい経ってるなんで、もう倒さなきゃいけない相手なんで、そこに期待したいと思います。次笑っちゃった、ひそかたいリアラ女子高生対キャバ嬢、次山形あずさ対アンちゃんも有利、ここはもうあずさ頑張れとしか言えない、あずさが勝って次につなげよう、はい次、謎の覆面ウーマン対決謎、次来た、これはね俺は期待大の試合、このいろは匠選手、はい、すごい選手ねこれ、はい、本当に本当一つの動きだけで俺はうわこいつすげえって思ったんでね、まあそれに負けないすげえ動きをして、はい、しかもこれ勝ったらもういろんな道開けるから、はい、是が非でも、はい、腕をへし折ってください、はい、次これも謎カードと言いつつ、これはね高道のくから神楽美沙への試練の一番、自分よりキャリアがない選手相手にどこまでどう引っ張って勝つ勝利できるか、そのミサの腕をね試させてもらおうと思ってます、はい、次
以上ですかね。以上ね、駆け足でしたが、9.1 ね、ガールズスペシャル新木場大会、ね、ガールズのみで行う新木場はね、2回目ですけども、おかげさまでスーパーシート完売となりましたのでね。ありがとうございます。指定席はまだまだございますので、ジャストタップアート、JT オンラインショップ、あるいはね、公式、LINE アットで発売、購入できます。さて、ここからは今日発表なる新規のものをドドドドッと行こうと思いますが、いっぱいありすぎてね、自分でも把握してない。まずですね、明日ですね、こんな試合がございます。8月30のやつ、明日。こちら、ダン。はい、ネットショッピングプロレス。なんだそれってね、思うでしょ。で、パッと見ても、JTO 誰もいないじゃんってね、思うんですけど、実はこの大会で行われる時間差バトルロイヤル参加選手当日発表って書いてますけど、俺はこっそり教えてしまいます、うん、JTO から竹倉龍也、イーグルマスク、そして私高見城がね参戦します。おで、誰が他出るか私分かりません、分かりませんけど、これね、なんか優勝すると何かしらがあるらしいんでね、プロレスで、ね、すっかりプロレス界でおなじみのレックさんのね、主催の大会なので、なんか豪華景品とかもらえそうなんでね、激落ちくん1年分とかもらえるかもしれないので、張り切って、JTO 職に染めてこようかと思います。まあ龍也とイーグルとかいるんでね、3人がかりでやればね、こういうね有名選手も倒せるんじゃないかなと。しかもね、時間差バトルロイヤルなんで、トップロープから落とせば確か勝てるルールだったはずなんでね、あらゆる手を使ってね、 JTO の名を刻んでこようかと思います。はい、さて、はなんだっけ、時間なくなってきたな。はい、あとはですね、そうだ、今日はね、10月15日のね、函館大会があるんですけども、こちらのカード2つ出しちゃおうかと思います。まずポスターの方お願いします。バーン。はい、10月15日函館総合卸センター、こちらもね、おかげさまで、スーパーシート完売、指定席のみとなっておりますが、このね、真ん中にドーンといるプロレスデビュー、誰だ、武田光弘、誰だ、誰だと思うかもしれないですけど、俺ね、函館ではね、かなり有名な格闘技の選手でね、プロレス大好きな、格闘家がプロレスデビューということで、彼のデビュー戦のカードが、決定いたしました、うん、出ますかね、こちら、ボン。はい、私高見城組んで、武田光弘、十文字明、メアリー正義ということでね、どうなるかとね、プロレスできるのとか思う方いると思うんですけど、実はね、先日函館営業行った時、格闘道場で一緒にプロレスの練習したんですけど、めちゃくちゃセンスがいい、プロレス大好きすぎて何も言ってないのにプロレスの動きがポンポンポンと出てしまう。ただね、やっぱね、十文字とまさからすればね、先輩なんで意地を見せてほしいなと。ただね、俺がいるんで、ここはね、ガツンと函館でいい夜操作目に勝利したいと思います。そして函館大会もう一つスペシャルな、スリーウェイマッチが組まれました、私の大嫌いなスリーウェイマッチを、ね、他人にはさせてしまうということで、スペシャルスリーウェイマッチ、こちら出た、おぉ、4-1スリーウェイマッチ、4-1。 いや、これね、どうなるんだと。これがなんと函館で行われるということで、すげえ。先日ね、一瞬ですけど、アイスリボンのシングル、ナルミタッグのチャンピオンの3人がね、勢ぞろいしたわけですけども、まあ今、有利はね、残念ながら落としてしまいましたが、アイスリボンでも活躍するこの3人、同期の3人、11月11日にデビューした3人が、スリーウェイで対決するというね。これ見たい人たくさんいますよ、多分東京にも。函館まで来てください。はい、皆さん、はるばる行こうぜ、函館、指定席まだございますのでね、ぜひ函館行きて、いい試合見て、美味しいイカを食べましょう、皆さんでね。はい。函館のカードはこの2つとなっておりますが、まあ今日の本題メインテーマ、葵からね、はい、あれしたいこれして、まあこのリーグ戦はもう3戦消化して1勝2敗で終わったと、はい、で優勝戦出れるかどうかはこの後の他の選手次第だけども、はい、それ以外でやりたいことがあるということで、2人の選手の名前があったんですね。まあ確かに新鮮かもしれないなということで、もう次の10月の新木場大会で早速組むことにしました、10.8 新木場大会のカード、こちら、ダン。はい、でっかいユウさん、みちこ対葵ひそか、
はい、これが、葵からやりたいっていうね、まあ、ユー、でっかいユーさんのミチコ、これはあのじゃあ葵の口からね、はい、説明してもらいましょう。はい、まあそのタッグでとかじゃなくてもそれぞれと今自分は試合がしたいなと思って、うんうん、まあでプラス自分はひそかをこう一後輩として、うん、多分今自分が一番そばでこう育ててあげようとする後輩なんで、うん、あげたいなっていうそのいろんな思いも含めてこのカードに代表してくださったと思うんですけど、うんうん、まあまずなんで、まあ、普段あのグレートさんのダイヤモンドエゴイストの同じユニットのメンバーとして、うん、チームだよな、はい、ミチコと一緒に戦ってるんですけど、まあ、なんで対角に立ちたいかっていうと、まあ一回最初あのミチコがアイスリボンさんに参戦した時に一回 それこそひそかと組んでタッグマッチで対角だったことあるんですけど、対戦したのか、はい、でもそれ以来かな、なんかはもうずっとタッグで組んできてって感じで、もう本当でもミチコはもう隣にいてすっごく頼もしくて、もう自分も頼りにしてる大好きな先輩ではあるんですけど、でもだからこそ自分やっぱ好きな人間こそ超えたくなっちゃうっていう性分がありまして、なんでだからこそ改めてこのミチコの強さっていうのを体格で感じたいっていうのがまずミチコと戦いたいと思った理由、ね、はい、そしてまあイブのユズさんはもう何を隠そうクイーンオブ JT を持ってるということで、まあ、自分はまあ、ツイッターでも書いたんですけど、うん、あのやっぱ JTO ルールが好きなんですよ、このリーグ戦を通して思ったのが、やっぱ関節技が好きで、まあ、それが重視される JTO ルールが好きだなっていうことで、まあ、そうなるとやっぱりクイーンオブ JTO っていうのはもう JTO ルールの頂点にあるわけじゃないですか、でまあ自分はまだそのユウさんが JTO 参戦する前も後も戦ったことがほとんどなくて、ほとんど触れ合ったことがなくて、だからこそ今この、まあ、リーグ戦がもう自分の試合は終了したって中でちょっと JTO ルールをより自分の中で深めていくために、うん、ぜひとも対戦したいと思いました。で、まあ、なんで隣がひそかなのかっていうと、うん、まあ、ひそか本人が、まあ、ツイッターでもなんか言ってたんですけど、うん、なんか最近それこそ、まあ、タッグを組むなり試合をするといつも自分が負けて足を引っ張ってしまうみたいな悩んだと思うんですけど、まあ、確かに最初はみんなそうじゃないですか。でも、まあ、代表もつくづくおっしゃってると思うんですけど、ひそかってマジ無限の可能性を秘めてると思うんですよ。自分らが予想できない2手も3手も先行くようなことをもうひょこっとなやって抜けるような人間じゃないですか。だからこそひそかにあえてこの2人ぶつけるまあことによって、もう自分もまだまだ頼りがいのある先輩かと言われたらそうでもないかもしれないんですけど、でもここでなんかひそかのなんか逆に意地を見たいというか、もう勝てないかもしれないってなる相手だからこそのひそかの意地をここで見て、もうさらにひそかにはもう自分を超える勢いで成長してほしいなと思ったので、このカードを組ませてもらいました。まああの聞いた時はね、まあそのミチコあとでっかいユウさんと対戦はいいなと思ったで、まあでもこの2人とやるならそれなりのパートナーだよなって思って、でもひそがいいっていうことで、まあでもこれまあ誰もがパッと見て、いやひそかがやられちゃうじゃんって多分思うし、まだねそうなるんだろうけど、まあひそにとってもでかい経験になるだろうし、まあね、なんだろう、まあ葵がねこの2人相手にどこまでどう分断して、あるいは間違ってしたらだけど勝っちゃったりしたら、間違ってないです、正しいです、はい、とんでもないこと起こるから、はい、もしかしたらこれきっかけに葵なりひそかのさらに秘めたら何かが爆発する可能性もあるわけでね、はい、それでねあえてこれを組んでみたんですけど、まあにしてもね強敵すぎるだろう、現クイーンと、まあね9月1日にスミカが勝ってクイーンから転落してる可能性もあるわけだけど、はい、にしても強すぎるだろうっていうね2人と対戦なんでね、これはね、まあ、あの何かを残してくれたらなとは思っておりますが、はい、久々にね無謀なカード見たなっていう、ただね、それもプロレスのね、面白さだと思うんで、はい、はい、何かここから生まれてくれたらなということで、10.8 のね、スペシャルタッグマッチが決まりました。はい、じゃあね、残り少なくなってまいりますが、あとね、ちょっとね、9月の後半に、あの平日にね、なんかちょっとやろうかなって今考えてますんで、あの、来週ぐらいに発表できたらいいなと思っております。じゃあ最後は、葵にまとめて締めてもらいましょう。はい、どうぞ。
まあいろんなカードもう目白押しでもうバタバタしてるんですけど、とりあえず自分は9月1日対いろは匠選手戦をもうしっかり戦って、そこでもうあわよくば爪痕を残ししっかり勝って、その後にあの2日3日頑張りたいと思います、はい、Just look at me 俺だけ見てろよ、ありがとうございました。また。